それではただいまより広島県児童喫煙防止推進シンポジウム迷惑では済まない児童喫煙を開催いたします。司会は広島ホームテレビアナウンサーの斉藤美穂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに主催の広島県健康福祉局局長佐々木正弘より主催者を代表してご挨拶させていただきます。皆さんこんにちは。改めまして広島県健康福祉局長の佐々木と申します。本日は外も雪が降ってくる中お集まりいただき誠にありがとうございます。さてタバコという言葉から皆さんどういう印象をお持ちでしょうか。私が昔当時の厚生省で初めてがんを指定しました。タバコがんとのつながり、また生活習慣病とのつながりの中で取り組もうということを平成9年から10年にかけて行ったときに、検討会の中で世代によって当時は違ってました。つまりやっぱりタバコをかっこいいという捉える世代、また贅沢なたしなみだという捉える世代もありました。しかし今は明らかに健康にとってのリスクです。危険因子です。これを受動喫煙の形で自分以外の人に健康に対する影響ですとか匂い、またさらには会社で例えば分煙室とか昔設けてた会社の方はご存知かと思いますけども、すごい壁がヤニとかで汚れるんですね。そういうのをほっとくわけにはいかないと広島県の県庁でもそう思っております。そのために本日はこのシンポジウムを開催いたしました。このシンポジウムの開催にあたりパンフレットにございますけれども、大和先生、そして座長を務めていただく岩森先生、川根先生、松村先生、そして沢山さんに今日はこのシンポジウムの出席をご快諾いただき、この場を借りて心からお礼を申し上げたいと思います。実は今日2月18日は広島県はがんを考える一日と位置づけて、このシンポジウムに加え検診の推進、そして治療のシンポジウムを3つこの1日のうちに開催いたします。でもタバコはがんだけが健康影響ではありません。先ほど申し上げました通り、皆さん中国新聞ご覧になってますか。ここ中国新聞社ホールですけれども、冬になると広島県医師会さんが脳卒中、心筋梗塞の予報を提供してくださってます。で、冬というのはその寒さが脳卒中や心筋梗塞のリスクということにもなりますけれども、当然タバコも脳卒中、心筋梗塞の危険因子、リスクファクターになります。おそらく今日この後のシンポジウムでも出てくるかと思いますけれども、がんだけではなく様々な形で、まさにこの今日のパンフレットのここにあるように、命が一つ一つ削られていくのがタバコです。さて先ほど世代によって受け止め方だということを申し上げましたけれども、皆さんにちょっといくつか質問してみたいと思います。で、手を挙げてくださいというと結構手を挙げにくいものなので、最初に皆さん一度全員手を挙げてみてください。はい、じゃあこれから質問をスタートいたします。ではこの中で今まで一度もタバコを吸ったことがないという方を下ろしてください。
ではこの中で昔は吸っていたけども今はもうやめたという方手を下ろしてください。でタバコをやめようとしたけどまだ吸ってるという方手を下ろしてください。なるほど、わかりました。では一旦また下ろしていただいて、じゃあ今度は手を下ろした段階から手を挙げてもらいます。家族のために今日はこのシンポジウムにおいでになったという方手を挙げてください。あ、家族はですね、嬉しいことですね。じゃあ一番前の方、お嬢ちゃんおいでくださいな。質問してみましょうか。じゃあ佐藤さんお願いいたします。いくつか質問してください。今日はどうしてこのシンポジウムに来てみようと思いましたか？お父さんのタバコが臭いのでやめてほしいからです。それは結構前から思ってることなのかな？はい。じゃあ今日はこれからちょっと難しいお話もあるんですけど、どんなことを聞いてお家に帰りたいですか？今日はそのお父さんも会場に来てるのかな？はい。今お父さんと目が合いましたね。最後にお名前教えてください。中野志保です。何年生ですか？3年生です。今日もしかするとこの会場で一番小さなお客様かもしれません。中野志保ちゃんでした。ありがとうございました。志保ちゃんの私の挨拶の最後に、しゅうちゃん一緒にタバコをやめて健康な広島になるぞって言おうか。はい、じゃあせーので、タバコをやめて健康な広島になるぞ。では今日一日どうぞよろしくお願いいたします。中野翔ちゃん、ありがとうございました。そして広島県健康福祉局局長佐々木正秀より皆様にご挨拶申し上げました。